はい、皆さんこんこにちはネットトビススアナリスト横田修林ですえ今日もですね、賢い買い物シリーズということで、ちょっとお話をしていきたいと思うんですが、え先ほどですね、こちらですね、えー、コンビニの方で買ってきたんですけど、これ今までの生茶と違いまして、えー、ここのところにですね、ライフプラス免疫アシストっていうふうに書いてましてですね、まあ、直近。 話題になってますいろんなです、ね、問題で自然免疫をつけましょうねみたいな形で生まれた商品じゃないかなと思うんですけど、ここのです、ね、ちょっと成分を見ていきたいなと思うんですが、ちょっとご覧いただきたいと思います。はい、ここに、ね、ありますように、はいえー、原材料面、特に緑茶国産ですね、そしてここに、えー、乳酸菌末、そして、えー、生茶葉抽出物、生産場国産って書いてるんです。ここがいいんですよ。問題ここ,ここですね。 ここに、はい、スラッシュがありまして、スラッシュのうちにビタミン C って書いてるのが入ってるんじゃないかなと思うんですけど、これ皆さんね、あの気になったことありませんかでこれ確かに、この商品を売るときにですね、こうビタミン C が入っているから、 体にいいんじゃないかなって。わざわざね、ビタミン C をね、足してくださってるから、体にいいんじゃないかなって思うかもしれませんが、な,なんで、じゃあこのビタミン C を入れているかっていうことが、えー、ポイントなんですね。これについてですね、今日は説明したいと思うんですが、えー、こちらの記事をね、参考にしてほしいなと思うんですけど、はい、えー、出ますでしょうか。 はい、こちらですね、あのジャワティの原材料名は紅茶のみ、えー、無糖紅茶飲料のマーケティング活発化で再評価の兆しって書かれてるんだけど、このジャワティってありますよね、これ大塚ホールディングスが出したもので、非常にこれね、あの、あの名前が売れてるんじゃないかなと思うんですけど、でここのとこに書いてるのです。はいえー、平成元年に発売開始され、 無糖、無香料、無着色、えー、ジャワ島産茶葉100%使用ということで、30年間やってきているブランドのものなんですけど、僕もね、全く意識しなかったんだけど、これ意外にね、えー、無糖、無香料、無着色だからいいじゃんっていうことになるんですね。で、ここに書かれていることです。 無糖茶飲料には通常酸化防止のためにビタミン C が含まれているがジャワッティには含まれず原材料が紅茶のみであるのがユニークな点ですってことが書かれていてでここにですねその成分表示が出ているんじゃないかなと思うんですねつまりビタミン C を入れているのは体にいいから っていうね、栄養素として取ってくださいねっていうことを入れてるんではなくて、酸化防止として入れている、これ、添加物なんですよね。なので、これはそのビタミン C を取りたいんだったら、普通になんかみかんとか食べればいいわけで、別にこのお茶を飲んで,です、ね、ビタミン C を取らなくてもいいんだけど、入れてる理由は酸化防止であるということです。で、この,、ね、あの,このキリン酸かなから出ています。 えね、この生茶,さんに関して生茶に関しては、ここにです、ね、ビタミン C っていうふうに書いてるんですけど、別の,です、ね、あの飲料なんか見てると、あのスラッシュの後ろのとこに書かれてるとこにビタミン C ではなくて、酸化防止カッコビタミン C って書いてるものもあります。ということで、これは栄養にいいから入れてるんじゃなくて、酸化防止のために入れているっていうことです。つまり、酸化防止っていうことは、酸化してしまうと、 ね、あの味が落ちてしまったりとかしてよくないか入れてるという添加物であるということですね。栄養のためでないということをですね。今日皆さんにお伝えしたらいいかなということで動画を撮ってました。こんな感じですね。あの賢い買い物シリーズということでいろんなものを気をつけて買い物しましょうということをですね。動画に撮ってこう配信しています。詳しくはこの下の方に 賢い買い物シリーズの再生リストを作ってますので、ぜひこちらを見ていただいてですね、勉強してあげると嬉しいなと思っています。またですね、動画を撮っていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。グッド評価をいただけると嬉しいなと思っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ネットウェイスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。